華やかなプレーで観客を沸かせるプロ野球選手、野球少年が憧れる彼らですが、中には「わ」説容疑で逮捕された選手がいました。今回は「わ」説容疑で逮捕されたプロ野球選手たちを紹介します。2023年3月に行われた WBC では見事世界一を成し遂げた侍ジャパン。しかし2023年5月、侍ジャパンのメンバーだった山川穂高を警察が強制わせつ致傷の容疑で捜査しているという衝撃の報道がされました。山川は2022年に20代の女性と東京都港区内の高級焼肉店で食事をした後、女性をホテルのような個室を併設するバーへ連れて行きます。そこで山川は女性の服を無理やり脱がせわせつ行為に及び、下半身から出する怪我を負わせてしまったとのことです。女性は事件から数日後に警察へ相談し、被害届が受理され、2023年5月23日に強制行容疑で山川は書類送検されました。西武では本塁打王3回、打点王1回を獲得し、2018年には MVP を受賞。 WBC でも準決勝のメキシコ戦で8回に代打で1点差に迫る貴重な犠牲フライを放つなど、屈指のスター選手だった山川。愛妻家としても評判だっただけに、あの山川が、と関係者の間でも驚きは大きかったようです。あるスポーツ紙の西武担当記者は、彼は野球に対して努力を惜しまない一方、サービス精神が旺盛、紙面で見出しになるようなことを言ってくれますし、それは WBC でも同様でした。メディアにとってありがたい存在だし、真面目な性格なので今でも信じられません、とまさかの報道に愕然。元西武で現在はキックボクサーとして活動する相内誠も、先輩からも後輩からも慕われ、家族思いの人でした。ファンサービスでも学んだことは多かったです。それだけに今回のことには驚きました、と話しています。大問題を起こした山川に対して球団関係者の見方は厳しく、事件が解決するまでは1軍戦2軍戦のみならず、練習試合にまで出場させない方針を取り、問題の社会的影響を考えると、起訴不起訴に関わらず、次の司法判断が出る時点で解雇は免れないとまで考えているとのこと。スポーツ紙の西武版記者も、被害女性とは示談がまとまらず処罰感情が強い、そのため不起訴になったとしても被害女性が検察審査会に訴える可能性もあり、解決には時間がかかると見られている。世間の批判も強いため、事実上山川の今シーズンは終了したと言っても過言ではないと問題の大きさを語っています。とある球界関係者は、野球を続けるならば今季は謹慎し、来季から独立リーグを目指すのが現実的でしょう、と NPB 引退を示唆していることから、山川の復帰は絶望的かもしれません。1985年のドラフト1位で横浜大洋ホエールズに入団した中山弘明。高校野球界屈指の好投手として注目を集め、甲子園では清原和博、桑田真澄の KK コンビを擁した PL 学園と熱戦を繰り広げました。高い前評判通り、中山は2年目の1987年から先発ローテーションの一人として1軍に定着します。5勝12敗、防御率 5.17 と良い結果は残せませんでしたが、1988年にリリーフに転向すると才能が開花。リーグ最多の70試合に登板して10勝6敗24セーブ、防御率 2.28 と素晴らしい成績を残しました。1990年からは再び先発として起用され、2年連続で開幕投手を務めるなど、太陽を代表する投手として活躍していた中山でしたが、1991年12月に女子児童の下着を脱がせては施設行為を行い、神奈川県警に逮捕されたという世間を驚かせるニュースが報じられます。1991年11月頃に女子児童のスカートに手を入れるは施設行為が相次いでいたため、警察が事件現場周辺を調べたところ、現場には犯人の体液が残っており、犯人が犯行後に被害者へバイバイと手を振りながら声をかけていたという証言も得たようです。さらに捜査の際、ベンツに乗った若い不審な男が女児に声をかける姿を目撃したため、車のナンバーを照会したところ中山のものと判明。その後被害者の子供たちに中山の顔写真を見せ、中山に間違いないとの証言を得ます。警察は中山を被疑者として任意同行して追及したところ、容疑を認める供述をしたため、強制は説公然は説の容疑で中山を逮捕しました。中山は容疑について、11月上旬に腰などを痛めたため沖縄の秋季キャンプから帰ってきたが、婚約者の女性と会えずによ不満が溜まっていた、年齢が高いと自分が太陽の中山投手だと分かってしまうので小さな子を狙った、大変恥ずかしいことをしてしまった、深く反省している、
などと供述していたようです。中山は被害者との示談が成立し、告訴が取り下げられたことを理由に不起訴処分となりましたが、現役の一流プロ野球選手が強制わいせつのような悪質な犯罪容疑で逮捕されるのは前代未聞の大事件。それだけに、子供たちに夢を与える職業にありながら、その子供たちを真っ向から裏切る犯罪を犯したと、事態を重く見た太陽は中山を解雇しました。中山は太陽を解雇となった後、一般企業で働いていましたが、球界復帰を嘆願する署名運動などもあり、賛否両論はあったものの、1993年12月27日に中日が中山を打撃投手として採用。そして1994年6月10日には契約金なし、年俸800万円で支配下登録を果たし、中山は被害者がいる以上罪は消えないが、再び野球ができることに感謝の気持ちでいっぱいだと語りました。中山悟中日球団社長は、事件は絶対に犯してはならない過ちだったが、本人は2年以上も深く反省していたし、もうチャンスを与えてもいいだろうと考えた。二軍で打撃投手を務めさせつつ、投手としての実力のみならず性格も観察した上で復帰を承認したと中山を擁護。川島博盛セリーグ会長も、中山君は過去というものを償い、あまりある努力をしたに違いない、新生中山が生まれることをファンも期待しているだろうと期待をかけましたが、中山の選手復帰によって中日や親会社の中日新聞社には抗議や無言電話が殺到したようです。中山は復帰1年目の1994年こそ6試合登板で0勝0敗、防御率 5.79 とブランクのためか成績は振るいませんでしたが、1995年は44試合に登板して3勝6敗4セーブ、防御率 3.27 と結果を残します。そして1996年はオールスターに選出され、36試合に登板して4勝4敗14セーブ、防御率 2.88 と活躍し、1999年は31試合に登板して3勝1敗、防御率 3.16 で中日11年ぶり5度目のセリーグ優勝に貢献しました。1987年のドラフト6位で巨人に入団した杉山直樹。巨人では第2第3捕手として活躍していましたが、2000年10月25日に強制わいせつ致傷の疑いで逮捕されました。当時巨人は日本シリーズに備えて宮崎でミニキャンプを行っていましたが、杉山は宮崎市内のスナックで同席した女性の胸を触る、近くの路上で無理やりキスをするなどの行為を行い、女性からいい加減にしてなどと言われたことに腹を立て、自身が履いていた靴で女性の頭を数度殴り怪我をさせたとのことです。プロ野球の現役選手が逮捕されたのは、太陽の中山が強制わいせつ公然わいせつ容疑で逮捕されて以来でした。プロ野球選手のまま逮捕されるのは嫌だと、杉山は警察から事情聴取される直前に退団を申し入れ、それを受けて巨人は杉山を解雇します。被害者女性とは示談が成立し、解雇などの社会的制裁を受けていたため起訴猶予となった杉山は、2001年の11月に行われたプロ野球合同トライアウトに参加しましたが、獲得球団が現れず NPB 復帰を断念。その後2002年7月に台湾プロ野球のジョンシンホエールズへ入団し、この年のシーズンオフに現役を引退しました。日産自動車から独立リーグを経て、2008年の育成ドラフト5位でソフトバンクに入団した堂上隼人。2009年7月23日に行われたフレッシュオールスターではウエスタンリーグ選抜に選出され、2010年3月22日の日本ハム戦では一軍公式戦に初出場を果たすなど、将来を期待された星でした。しかしそんな堂上が2012年8月19日に福岡県の粕屋郡内で女性にわいせつな行為を行い、強制わいせつの疑いで逮捕されるという衝撃的なニュースが報じられます。事件を受けてソフトバンクは8月24日に堂上隼人選手の逮捕に関してのお詫びと、球団ホームページにて堂上との契約解除を発表し、8月27日付で自由契約選手公示がされました。さらに堂上について余罪が発覚。7月23日に古河市で17歳の少女にわいせつな行為をしたとして強制わいせつの疑いで9月12日には再逮捕されており、10月9日にもまた新たな余罪が発覚し、7月30日に福岡市東区で女子大生へは施設行為をしたとして3度目の逮捕をされました。2件は被害者との示談が成立して不起訴処分となったものの、7月23日の事件については起訴処分となります。11月10日の初公判で堂上は起訴内容を認め、犯行の原因については今もわからないですと述べましたが、人として本当に間違ったことをした、二度と人の道に外れたような事件を絶対に起こしません。
と深く謝罪し、2013年1月25日に懲役2年の実刑判決が下りました。堂上は社会人時代にも不祥事を起こしていたようで、独立リーグ時代の2008年1月にオーストラリアのアマチュアリーグへ参加した際、レッドソックスのスカウトの目に留まり、入団交渉まで進んだものの、不祥事の件でビザが下りず、入団を見送られた過去があったようです。ソフトバンクもドラフト指名の際、堂上の社会人時代の不祥事を認識しており、十分更生している、と判断して指名したものの、事件を止めることはできませんでした。2011年のドラフト6位でオリックスに入団した堤裕樹。2013年はフレッシュオールスターゲームにも選ばれ、2軍ではチーム最多の100試合に出場し、1軍でも初安打、初打点、初盗塁を記録しました。2015年にはタレントの木口彩との結婚を公表し、公私ともに充実しているかに思われた堤でしたが、2016年はわずか1打席しか1軍での出番がなく、10月25日にオリックスから戦力外通告を受けます。2017年からは社会人野球の三菱重工広島でプレーを続けていた堤でしたが、社会人野球の選手にとって最も大事な大会の都市対抗野球予選を目前にした5月24日、広島市安佐南区のスーパーに駐車した自分の車の中で、下半身を露出しながら怪しげな行為をしていたところを買い物客に目撃され、公然わいせつの現行犯で逮捕されました。堤は間違いありませんと容疑を認め、堤の逮捕を受けて三菱重工広島硬式野球部も翌日、都市対抗野球予選への出場辞退を発表します。堤は不起訴となったため事件後も野球を続け、三菱重工グループの硬式野球部の再編により、2021年からは三菱重工イースト硬式野球部で活動しました。2021年をもって退部し、現在は佐賀県で小中学生向けの野球スクール代表を務めているようです。いかがでしたでしょうか。わっせつ容疑で逮捕されてから NPB 復帰を果たした選手もいるだけに、今年起きた山川の事件がどのような結末を迎えるのか注目したいですね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。